YouTube がきっかけで誕生した万能調味料俺の塩島田、ただいまクラウドファンディングにてプロジェクト実施中。プロジェクト終了まで残り3日、詳しくは概要欄にある幕開けページをご覧ください。はい、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前紹介した豚の盲腸は見てくれましたか？豚の盲腸ときたら牛の盲腸も見たいですよね。バッチリ牛の盲腸も用意しています。それでは早速やっていきましょう。こちらが牛の盲腸です。この切れ目が入っている部分の周りが盲腸で、切れ目は開腸につながっています。盲腸は別名メンちゃんや大てっちゃんと呼ばれたりもします。身が厚く歯ごたえがあり、てっちゃんに比べると脂が少ないのが特徴です。あまり焼肉屋さんでは馴染みがないですが、品揃えの多いホルモン屋さんだと置いてることもあります。今の時期だともつ鍋や煮込みに入れて食べることも多いです。甘みがあって美味しいのでいい出汁が出ます。他にも子牛の盲腸はソーセージのケーシングに利用されたりもします。実は知らないうちに牛の盲腸は食べてる可能性もあります。ちなみに30ヶ月齢以上の頭部、脊髄、脊柱、開腸遠位部は BSE の蓄積度合いから判断して特定危険部位とされ、除去、焼却処分されます。なので開腸と盲腸がつながる部分から小腸側2メートルは除去されています。そのためこの盲腸部分が大きく切り取られています。基本的に特定危険部位は出回ることはないので安心してください。それでは盲腸を下処理していきます。まずは流水で表面のぬめりを洗います。ザルでこすするように洗いましょう。次に塩を入れて再度よくこすり洗いします。この作業を何度か繰り返してぬめりを取ります。しっかりと最後洗い流して塩気を取ります。食べやすい大きさにカットします。特に盲腸部分は肉厚なので大きさに注意してカットします。今回はせっかくなので盲腸側と結腸側を食べ比べてみます。肉厚な部分はこんな感じで包丁を入れてあげても食べやすくなります。それでは味付けをしていきます。ボウルに盲腸を入れて、味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付けて万能ネギ、ごまをかけます。次にボウルにてっちゃんを加えて、味噌だれ、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。お皿に盛り付ければ完成です。これでいいんだよな。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は株式会社田園プラザ川場のだるまビールを飲んでいます。だるまといえば群馬ですよね。高崎市のだるま生産量は日本一と言われています。そんな群馬の名産だるまをラベルに描いたエールビールです。色は少し濁ったようなオレンジ色をしています。フルーティーな香りと酸味があってさっぱりとしています。見た目的にもう少し重いかなと想像しましたが、思ったよりもすっきりとしています。ソーセージとかに合わせて飲んでも良さそうです。それでは盲腸を焼いてみましょう。この肉厚でプリプリな感じがたまりません。腸部分ですが、大腸や小腸に比べると脂は少なめです。焼けたので食べてみます。噛むとじゅわっと脂が染み出て甘みが口に広がります。牛の内臓だと第4のイノギアラも甘い味わいですが、それに近い味わいがあります。牛はレバーもそうですが、豚に比べると甘みがしっかりとありますね。やっぱり肉厚なので、この盲腸部分もしっかりと包丁を入れてあげた方がより食べやすいです。それではてっちゃん部分を焼いていきます。こちらの方が焼いている段階で油がかなり染み出てきます。この油が落ちて煙が立ち上り、ホルモンがいぶされる感じが最高です。こちらは包丁を入れたので噛み切りやすく食べやすいです。この濃厚な味噌だれとジューシーなホルモンがよく合います。そしてさらに醤油だれにくぐらせることによって、最大限にてっちゃんのポテンシャルを引き出しています。なんだかんだこのタレがうまいです。自分で自分の店を褒めるのもおかしいですが、このタレがマジでよく合います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛の盲腸いかがでしたか？機会があれば牛の盲腸を使ってソーセージも作ってみたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。